ポンヌフの恋人は、1991年制作のフランス映画、ザ・フィルム・イズ・セット・オン・ザ・ポンヌフ・イン・パリ、レオス・カラックスによる監督作品で、アレックス三部作の三作目、ポンヌフ教で繰り広げられる、ホームレスの青年と、失明の危機に駆られた女が学生との純愛を描く。この映画の完成までに3年も費やし、カラックス自身の実生活の恋人でもあった美の死との破局や、 膨大に膨れ上がる予算の問題もあったが、それでもなんとか完成にこぎつけた。美しいポンヌ布教で繰り広げられる花火のシーンや、地下鉄のポスターに火を放つ姿は圧巻。制作中に、費用年出の問題から何度も撮影中断に追い込まれ、撮影後も、パリの街の巨大なセットを解体する費用が出せず、そのままの形で残っている。閉鎖中のポンヌ布教で暮らす、 天外孤独の青年ホームレスのアレックスはいつものごとく酒を飲みながら夜のパリを放浪していたが車に片足を引かれてしまう。そこに通りかかった女は恋の痛手と失明の危機から家で放浪中の女、雅学生、ミシェル。アレックスはミシェルの美しさに初めて恋の心地を知りポンヌ不況を仕切っている初老の不老者のハンスにこの家で娘のミシェルを置いてくれるように頼み込む。 そして二人のホームレス生活が始まる。ジュリアンというチェリストへの恋の未練と画家としての失明の恐怖を両手に抱えたミシェルと他人とのつながりをあまりにも持たずに生きてきたアレックスとの間にも徐々に愛情に似た親愛が芽生え始める。フランス革命200年祭を祝う夜のパリの街に花火や音楽が乱れかう。アレックスは見物客に皮膚器芸を披露してミシェルも感動する。 目の病気は治るからこの人を探してという、ミシェルを探すポスターが街中に貼られるようになり、アレックスはミシェルに見られないように一つ一つ剥がして、行くが、ついにはこのポスター張りの仕事をしている車を燃やし、業者も消費する。そんな橋の上での生活にも慣れてきたある夜、ミシェルは携帯ラジオから自分を探すアナウンスを耳に、する。アレックスは警察に捕まり、服役中に目を直したミシェルが会いに来て、 ポンヌフの上で再会しようと約束する。雪の中であったアレックスは、ミシェルともども川の中に落ちるが、ルアーブルに向かう船に助けられる。そして、マドロメ、パリというセリフが流れる。DVD などに付属しているメイキングによれば、物語の終末部に関しては監督は完成版とは別の悲劇的な筋書きを脚本段階では持っていたが、 ミシェル役のジュリエット・ビノシュが演じる上でどうしても納得できないと主張したため、完成版の結末も含め数パターン撮影された。その中から、現在のマドロメ、パリというセリフで終わるシーンとなった経緯がある。これは、本来のプロットからは、ほとんど180度変わったものとなっているが、カラックス自身は、インタビュー等でこの結末にある、程度納得しているとの趣旨の発言をしている。 ただしファンや批評家の反響としては、アレックス三部作シリーズを貫いてきた思想からはやや逸脱した結末なのではないかと疑問の声もあった。メイキングには、ポンヌフの恋人が、カマルグのランサルグ湖のある、ランサルグ村に橋や周りの建物など巨大なセットを作って小さなパリを実現した様子が描かれている。ありがとうございます。